Classic. 賞金10万円を目指していきます。全長が13メートル、高さが4メートルある大階段。さあ、ズルズルの中を階段を両手両足を使って登っていきます。まずリードしているのは小峠、一番人気です。小峠がリードしていく。そして斉藤も現在2位、第3位に小宮、そして狩野英孝も順調なスタート。ただ田中がやおっと狩野英孝をしていきました。斉藤もしていた、ただ小峠もしました。自動的に小宮がなぜか1位になった。小宮が自動的に非常にスローに手足を動かしていく小宮です。小宮が慎重に動かしていきますが、後ろから田中が、he's losing grip. Look at him. Look at him. 小宮が1位、2位が田中、3位に小峠と斉藤がついています。斉藤が入った。さあ、3人が並んで小宮がなぜか下がっている。地味に後退している。よくリーがわからないが、ガタガタ落ちていった。先頭が小峠に変わりました。先頭小峠、2位田中、3位が狩野英孝になっています。狩野英孝、足をまたつかせていなくなっていきました。小峠、人気に応えるか。順調に中央突破。ただ鈴木奈々はこの辺りから7回ほど落下していった。しかし小峠は順調にいくぞ。順調にいった、またいだ。So、誰も階段を登っておりません。また一からのスタートになりました。小峠が smart though. He's got this. 順調に上がっていく。ウルヌルになれたか。小峠、ここで落ちていった。カノと一緒に落ちていきました。最後はなかなか階段を登れていない。現在2分経過いたしました。小宮がやはりスローに手足を動かして、現在1位、最後の階段を追っています。さらに追うのが田中です。斉藤と小宮、しかしながら田中が落ちていった。大悟はなかなか階段を登れない。そして狩野英孝来ていると。小峠も速い、サイドから攻めている。3人がほとんど並んでいる。しかし Why is yellow so bad? この2006年春から始まったヌルヌルの歴史、ヌルヌル伝説の始まり、3年ぶりに感謝されてしまったこのヌルヌルで、果たして誰が今日伝説を作ることになるのか。小峠がまた中央突破、現在トップに立っている。右足がちょっと危ないか。一歩ずつ、一歩ずつ行く。狩野英孝が落ちた。小宮がなぜか這いつくばって動けなくなっている。小峠は順調だ。小峠が一歩ずつ確認をする。ローションを確認、確認作業、全員いった。さようなら。この隙を見て、狩野英孝が He was swapping sideways. トップに立った狩野英孝、3分が経過しました。Green. いつまで戦いは続いていくのか。本格的に生放送の終了の時間が近づいてくる。11時36分です。あと放送は、はい、まだ10分ほどあります。皆さん頑張ってください。10万円が近づいている。Oh! Are they betting? Are these guys betting? What is this show? I don't even know what's going on. Guys, Red is like a main character. さあ、大悟と小峠が並んだぞ。小峠が抜くか、抜いたか、一歩抜くか。大悟と小峠、先頭争い、二人で一瞬何か登っているような感覚。ゆっくりと、No, Yellow is gonna try to go forward faster. 並んでいる、Push him. 一緒に上がっている、Push him. 何が待っている、肩を組む。
Yes, fuck! Green! The Claw Strat! Come on, let him to the first stay at least. Good! This guy is, he, nobody likes him, he's very bad. No. Who's lagging? Who's lagging? Yellow. What is that? No, Green, come on. Don't. That's just weird. No, shut up. Is blue. No, red is. No shot. Oh, he fell down again. Come on! What? So bad! Guys, the producers, they were bucketing more. There was a nozzle, and the players were just bucketing it. Look, look, look! No shot! Green! この番組はサントリーとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。My.